信ぶは、戦国時代の武将。三河の松平氏の家臣。通称、彦五郎、チャリ九郎、カナワ九郎、異名はチアリ九郎。この長坂信託も同じく、徳川氏の家臣である。家系は、清は源氏義光流小笠原氏の所流長坂氏とされ、武田家の家臣、長坂光剣とは、同族と思われる。また、道の区の長坂氏とは別族である。 ただし、信正以前の自責は不明である。長坂氏は、小笠原氏主流である、黒森重家が、足利将軍家に仕え山城国長坂村に従した、ことから、長坂勢を称して創始されたといい、その孫が信正であると言われている。祖父、森重父、信繁が、足利将軍家に仕えていたのに対し、 どのようにして信政が松平氏の家臣になったのかも不明である。長坂氏の系譜に関しては、小笠原信貞を外する説もあるが、信貞は信政や光健とほぼ同時期の人物であり、ましてや光剣が仕えていた武田氏とは敵対関係にもあったのでこちらは信憑性に欠ける。松平氏三代に仕え、尾張の小田氏との戦いで活躍するなど、 やり働きで巧名を挙げたため、血やり苦労の異名を与えられ、この異名は、信政の子孫代々に受け継がれた。この信託も、穴山売雪を調略するなど、徳川氏のため働き、子孫は、旗本として存続した。AB、完成住所書諸家不巻、第221、ありがとうございます。